じゃあ遊び方の説明なのでついていってもらっていいですか。はい、重いな頭が。コースで遊び方の説明をさせていただきます。はい、このアドベンチャーコースなんですけれども、命綱を付け替えて進んでいただきます。で、今型にかかっているのが命綱になります。はい、でこの横にあるこの銀色のやつなんですけど、最後のジップラインシューって滑ってくるんですけど、その時に必要なんで、これの使い方とこの命綱の使い方を説明させてもらいます。で実際に登るところなんですけど、黄色いロープが下から上まで垂れ下がってると思うんですけど、はい、あそこから登っていただきます。で前側に木でジャングルジムみたいになってるので、はい、あそこで手と足で登っていっていただいて、2階であったり3階であったりっていうところからスタートしていただけます。で最初2階からスタートしても、途中で2階から3階であったり、3階からスタートしても3階から2階に降りる階段があるので、どちらから出発しても両方とも遊んでいただけます。はい、で最初この黄色いロープのところから登っていただくんですけど、最初にのツーナーはスタッフの方がつけさせていただきますね。はい、輪っかの状態になっているので、もう肩にかけてもらって、でここに、ね、滑車があるので、滑車も黄色いところについているので、それをちょっとお腹のところにつけさせてもらって、この状態で登っていただきます。はい、でこれの外し方なんですけど、このままじゃ外れないんで、ちょっと反対側を押してもらったら外れますので、上に行ってから外していただくので、これの外し方も覚えておいてください。で登るときなんですけど、登ることによってこの黄色いロープが上下するので、黄色いロープは持たずに周りの木であったりロープを持っていただいて、このように形で登っていただきます。今ちょっと低いんですけど、実際あそこに行ったという話で進めさせていただきます。はい、で実際に上に上がったら、まずしてほしいことが命綱を外していってほしいです。命綱の外し方なんですけど、どっちからでも大丈夫です。黒でも赤でもどっちからでも大丈夫なので、ここに取っ手がついてますので、はい、取っ手を押しながら上にカチッてやってもらったら外れます。はい、で命綱は1つ外れてる状態で、もう1個外そうとしても絶対に外れないようになってるので、1つ外したら次つける必要があるので、つけ方なんですけど、ちょっとこっち側を押していただいて、つけれる場所なんですけど、このように黄色い金具がついているところがあります。ここに磁石が入ってて、磁石に反応してつけれるようになってますので、この黄色いところと、ここに矢印がありますので、矢印と黄色を押してもらって、上から下にカチッと下げてもらえれば、命綱をつけることができます。はい、でこちらがついた状態だと、こちらが外れるので、先ほどと同様、このレバーを押しながら上に外していただきます。で、こっちもつけます。で、最後にこのさっきのお腹の滑車を外していただきます。ちょっとこっち側を押しながら、ここ外してもらったら外れます。はい、はい、じゃあこの状態で出発していただきます。で今僕が乗ってるこの丸い木のところなんですけれども、各箇所にありまして、ここの定員は2名になるので、前にもし2名様がいてたら、ちょっと進まずに、もう1人の方が進んでから進むようにだけお願いします。はい、で真ん中の遊具の定員は1名なんで、前の方がまだ半分ぐらいで出発するっていうことのないようにだけお願いします。はい、で実際にこのような形で遊具があるんですけれども、周りにこういったロープであったり、なんか持つ場所があったりするんですけど、そこを持ってもらって進んでもらっても OK ですし、この命綱を持って進んでもらっても OK です。ただ命綱を持つ時の注意点は、2つ束ねて持つようにしてください。はい、この1つが首にかかっちゃう可能性があるので、必ず2つ束ねて進むようにしてください。でこのような形で進んでいただきます。途中でこのようにバランスを崩しちゃっても、焦らず命綱を持ってグッて上がってもらってもいいですし、周りのロープを持って上がっていただいても大丈夫です。はい、もし上がれなくなったら、下にスタッフいてるのでお声掛けください。はい、はい、じゃあ、ここまで来ました。じゃあここまで来たら、次の遊具のところ、次のところに行くので、一つまた外していただいて、ここに引っ掛けます。ただこことここが結構離れてる場所があるので、このような形で中継ポイントを用意してますので、この輪っかのところに手をつけていただいても大丈夫です。外していただいて、次のところに行っていただきます。こちらどうぞ。で最後ジップラインシューって滑ってくるところなんですけれども、はい、そこの説明をします。で先ほどもお伝えしたんですけど、この銀色のやつを使います。このオレンジの棒を抜いていただけたら、このような形で外れますので、これ中がこのように滑車になってます。で、命綱を2つつけた状態で、命綱と命綱の間にここをもう引っ掛けます。このまま引っ掛けていただいて、この命綱を外すのではなくて、そのままスライドさせて、この凹み部分に引っ掛けます。で全部の、ロープを束ねて持ってもらって、ちょっと体重グッてかけてもらったら、体重がかかるところがあるので、そこで、止まってもらって、そのまま足離してもらったら取れるところです。ちょっと今短いんですけど、実
際ももっともっと長い、はい、で今のように前向きに来たら今みたいに歩くように降りてもらったらいいですし、途中であの向きが変わることがあります。後ろ向きになった場合に関しては最後あの気がたくさん ありますので、あの頭だけ上げていただけたら大丈夫なので、そのまま尻もちつく形で頭だけ上げるようにだけお願いします。はい、はい、じゃあこちらどうぞ。じゃこちらまで来たらもうこのまま外していただいて、4つの取っていただきます。で1個外れてる状態じゃ外れないんで、最後このようにね U の字になってる金具がありますので、ここの黄色にかけてもらったらこのまま外れてこっちも外れますので、これで終了になります。で終わったらあの緑のマットのところでハーネスを外させていただくのでお知らせください。ちょっと付け方の練習だけあちらでしてからで、このような形で命綱が2つ持っていただいて、はいはい、で今つけれる状態になっているのがこっちの方になります、はい、こっちはロックがかかっているので、つけれる状態になっているところをこの矢印とこの黄色いとか合わせてもらって下にカチッと合わせてもらいます。どうぞ。そうですね、でこっちも、今ついている状態にこうなりますので、はい、そこにかけてもらって下に、そうですね、このように続いて、で1個外していただいて1個引っ掛けます。で1個外してもらって1個引っ掛けます。そうですね、で黄色いところかしからつかないんで、そうですね、で赤い方を外してくだせれば押しながら上にカチッと上げていただけたら大丈夫です。はい、はい、じゃあ次に行きます。でレバーを押しながら外す、でつけるときはレバーなしでも大丈夫なので、赤色はレバー、はい、 OK です。1つ外してもらって、この U の字のところに引っ掛けてもらったらこのまま外れます。ここ外してそこに広いところから、はい、そのまま外してもらったら赤色もそのまま外れます。はい、これで終了になります、はい、じゃあ実際に登ってみようと思うんですけれども、大丈夫そうですか？はい、大丈夫かな一応下からあのやり方のお声掛けはさせていただくので、はい、2回か3回あるんですけど、どっちからスタートしますか？みんなどっちからしてる？最初でも2階からスタートする方は多いです、ね、あ、じゃあ2階からで、かしこまりました、はい、じゃあこっちからこう命綱をお預かりしますね。はい、はい、じゃあこれ肩にかけといてもらって、でお腹のところにこの滑車つけるので、また上に上がったら外すようにだけお願いします。でお腹のところにつけさせてもらい、もう一歩前お願いできますか？はい、じゃあこの状態で登っていただきます。この黄色いロープは持たずに、このような形でジャングルジムみたいに2階のここまで上がっていただくようになります。あ、この結構重いな。そうなんです、ちょっと最初重たいんですけど、黄色いロープは動いていきますので、
怖いけど向いてないわ、怖い。え、マジか。こっちから行って、なんかこっち、こっち？どっち？こっちか。うわ。これもう3階もあんねんな。あ、こっちの方が楽やな。これほんま小学生できんの？これ。これなんか見本があったら、無理やし。これちょっと3階もあるってほんま？ 2階だけでいいわ。え、こ、大丈夫じゃない、怖い。どうやって行くか。
大丈夫じゃない。ゴールはまっすぐ進んで終わり。 まだ遊ぶ人は行く。もう無理や、怖いわ。それでもこれか。マジか。どう行ったん？横？横向き？縦向き？どっち？めちゃめちゃ怖いねんけど。自殺もいいよこれ。こっち来い。写真のように命綱を。これ絵的にこっち？こっち？行くで。いいねんな。怖かった。あ、すいません。はい。これどうしたらいいですか？あ、そうか。ぜひ。